量子計算のの古典的検証の3回目です。今回はベルの定理とそのアスペたちによる一験での検証を振り返ってみようと思います。これはあの前回マルレクでやったエンタグルメントのところと基本的には同じ内容です。えっと、最初に取り上げるのはこの1964年のベルの「オン・ディ・アンシュタイン・プロスキー・ローゼン・パラドクス」。 EPR パラドックスについてっていてう論文ですね。で最初にあのこの論文の中でバルがどういう実験を試行実験をしてたかっていうことを振り返ってみようというふうに思います。でまあこれはあ,のあくまでもあの頭の中での実験。 ででそれに基づいてベルの不等式あるいはそのベルの不等式の破れを彼は証明するわけですけれどもでそれを実際に物理的な実験としてあの完成させたのはアスペたちあるいはその定式化を提供したクラウザーたちの協力のたまもの賜物ですね。 で実験の概要ですけれどもでこれはあのボエルの論文の中にも書いてありますけれども基本的にはボームの,あのアイディアを元にしたものだというふうに書かれています。で、まあ、上下反対方向のスプーンを持つ粒子をあのペアを発生させてそれぞれ別方向を反対方向に打ち出してますで。それをあの 離れた場所にるる観観測測機器で独立に観測するそれぞれの観測の値をプラス1マイナスこれはスピンの上向き下向きに対応しますそれを記録しようということですねで観測機器は別々の方向に向いていても構わないでこの向きをタイムベクトルで、A b ととするとでその AB で要するに観測機関の配置コンフィグレーションを表現できるっていうことですねこの時設定 AB を取った時の出力の相関っていうのはこの A と B の内積 の符,号符号が変わるのはこれ下の図にあるように A と B の観測機同じ向きを向いているからですねで実際にはする量子から見ると反対方向になってるんでマイナスが過ぎますでこれは A と B がナス角のコサイ,ンスイーターになりますねでまあそれでもしもこの観測機が平行に置かれた場合にはこの A と B あこの PAB で p、AB、で A と B の相関を表すんですけれどもでこれはあのそれぞれの指則は他方の反対のものになりますのでえとこれは P とあの AA の相関というのはマイナス1になります。これあの AA っていってもこれ粒子から見ると反対の方向向いているってことにちょっと注意してみてください。 でもしも観測機器がそのお互い直行した場合にはどういうかこれあの観測されないとかゼロになるわけじゃないですね必ず上向きあるいは下向きの,あのスピンが観測されますんででこれはあの直行した場合にはその,あのか片方に対してあの プラス1上向きと下向きのスピンがランダムに観測されることになります。しかもランダムですけれども同じ確率であの観測される。だからそれはあのお互いの相関で言うと相関が全くランダムなんで相関がないとゼロになりますね。でそうした時にあのベルはここで隠れた変数ラムダっていうのを導入します。 これは、あのまあ、その赤い位のところを見てほしいんですが、A の A コンマラムダはプラスマイナス1。まあ、スピンですから、必ず上向きは下向きです。B は B ラムダでプラスマイナス1といううになるんですが、注意してほしいのは、ここの想定で A と B は独立、物理的に分離しているので、A の出力は B には関係しない。あるいは A の出力が あの小文字の B には依存せずに B の出力もあのベクターの A には依存しない。でこれを全てのラムダについて積分するとこういう式 P の AB っていうのはこういう式で表現されるということになります。でここではだから隠れた変数のを想定してもこういう分布になるはずだっていう話ですね。で でベルはさらに B だけじゃなくてあの C っていう大の観測機器があの投入された場合を考えます。でそこからちょっと省略しますけれどもこの隠れた変数ラムダが存在したとしても次の不等式で PAB-PAC っていうのは1プラス P の P-C より小さい。でこの増湿についてはあの前回マ、まあ、ルレクの長い 長い方にちょっとその辺の同質も紹介してありますから興味がある方はそちらも参照してみてください。でこれがあの最初に64年の論文でベルが提起したその隠れた変数を想定した場合にそれぞれの相関がなす不等式これがベルの不等式でちょっと皆さんいつも目にするのと少し違った形をしているかもしれません。 でベルはただしこの両手の下ではこの不等式が成り立たない、まあ、例えばあの A と B が直行していて C, とあの C は A と B いずれも45度の角度だとすると,すると P の AB は0になりますそれから P の AC は P の BC に等しくてこれは45度の cos ですからマイナス2分のルート2になって でこれを先ほどの,あの隠れた変数をあの想定した場合の不等式に代入するとこういう形になってこれは矛盾してますねこれは成り立たないだから観測機器の可能な全ての配置 ABC の,あの量子論的な相関の中では古典論的相関を破るものが存在するこういうふうに論を進めますこれがあの64年のベルの バルの不等式とそれがあの量子論的な相関が古典的相関隠れた変数の想定を破るということの証明になっていますまあ理論的な証明です。でそれからだいぶ時間が経つんですけれども1982年これはちょうどその次はまた後で触れたいと思いますけれども前回紹介した、えー、とファインマンが量子コンピューターの想定を初めて 世に通ったのはまさにこのアスパの実験と同じ年ですねで、まあ、クロスしているんですけれどもそこでのアスパの実験の概要を見たいというふうに思いますでここで彼らは,あの彼らはあのクラウザーたちの定式化をあの基づいて実験を行っていますでアスパの実験はこういうふうに、まあ、先ほどちょっと違うんですけれども A の側にも二つに分かれて でまあついペアが真ん中から出てきてでそれをあのー、左右両方向に、あのー、観測機器が4つあるんですねあの左側に A0A1 右側に B0B1 っていうのを置きます。でそれぞれの観測機器があの観測した値を小文字の A0A1B0B1 としましょう。 で、これはスピンですから必ず、あの、いずれの変数も小文字の a0h、b0b1 もプラスマイナス1の値を取るというのは確かなことだ。それは実は大事なポイントなんですね。で、ここで、あの, CH の、CHSH のクラウザーたちによる、あの、定式が登場します。で、先の観測値、小文字の a0h、b0b1 について次の式を考えます。 でまあこれを C としましょう。で A0B0 プラス A0B1 プラス HB0 マイナス HB1。なんかわざとらしい式になんで最後 HB1 だけマイナスなんだと思うかもしれませんが実はあの次のように変形するとその意味がわかりやすくなります。この式はだから A0H を足したものに B0 をかけたもの。でそれに A0 から H を引いたものに B1 をかけたもの。 でこれは単にあの変形しただけです。ただし A0 はプラスマイナス1、H はプラスマイナス1ですから必ず A0 と H は等しいか、だから A0、H はいずれもプラス1かマイナス、あるいは A0 と H は符号が逆、A0 イコールマイナス H であることがわかります。でこれは要するにすべての A0 小文字の変数がすべてプラスマイナス1であるということと、 あの帰結ですね。もしも a 0と a 1が等しいならば、で先の二番目に変形した式の a 0 a 1の項が、あのー ごめんなさい。A0-H の項があの0になります。だからその C っていう式は A0+H に B0 をかけたものに0を足してで、ここが落ちるんですね。ですからこれは2倍の A0B0 になって A0B0 いずれもプラスマイナス1ですからこれはプラスマイナス2になります。で同様にもしも A0 イコールマイナス A1 ならば A0 プラス A1 がこの項が0になります。ですから先ほどの C は0プラス A0 マイナス A1 カッコ B1 でこれは 2A0B1 になってこれもだから A0B1 いずれもプラスマイナス1ですんでプラスマイナス2になります。で観測記事ラージ A ラージ B で繰り返し観測した 結果の平均をブラ A アイ B ジェあのケットで表すとするとこのブラ A ゼロ B ゼロ括ケットプラスブラ A ゼロ B 一ケットプラスブラ A 一 B ゼロ括ケットマイナスブラ A 一 B 一 でゲットこれはだからあの、プラスマイナス2とプラスマイナス2ですから、いずれにしろ2より小さいことが、正確に言うと、この絶対値が2より小さいって言ってもいいかもしれません。で、これをバル不等式とも言いますでこのちょっとあの。形ちょっと違うんですけれども、で、こちらの方がよく知られてる形かもしれません。あるいはこれをあの定式化したクラウザーたちの名前を取って CHSH 不等式ということもあります。 でこのロジックをあのよく見てもらえばいいと思います。でそれはだからあのベルの不等式よほどあの直感的で分かりやすいまとめになっているような気がします。でここでこういう観測の前提になっているものは2つあってでまあ観測された性質 A0HB0B1 は観測とは独立に存在しているこれは実在論ですね。 でその A での観測が B の観測に影響を与え B での観測も A での観測に影響これは局所性と言われているものですだから古典的なあのまあ,あのベルの想定で言ったらあの隠れた変数がある古典的な理論ってやつですねそれでやると先ほどの式は2より小さいっていう式が導かれる。 でそういう意味では極小実在論の下でのあるいは古典論の下での先ほどの,あの不等式はあの2より小さい値を持つってことが分かります。でそれに対してですねこれを量子論で計算してみましょう。で上下のスピンを持つエンタメ状態これはあれですね01ケットまあ正規感の因子ちょっと省略しますと01ケットプラスマイナス10ケット。 いう形ですね、アリスの項とあのボブの項がちょうど反対の0ならば11ならば0の値を取ってるこれはサイプラスマイナスってやつですねでこれをあのベクトルで表し、まあ実際に今回計算してみようと思うんでベクトルで表しましょうでこのサイ,、まあ、サイマイナスのとを取りますと,、えー、とこういう形にありますルートを2分の1でカッコ これはベクターを上から読んでくるとマイナスこれはどういう意味かというと先頭の0は00ケット、規定00ケットの値が0。ほんで2番目の1はあの01ケットですね。01ケットの値が1。それから3番目のマイナス1は10ケットの値がマイナス。これは先ほどのサイマイナスの定義。まあ、最後の0は11ケット。 でがゼロゼロケットのあのかかるやところがゼロというやつですね。だからこれは先ほどのサイサイマイナスケットっていうのはこういう形のベクトルで表現されることがわかります。次はちょっとめんどくさいんですけれども、まあその量子の観測ですので、でこのスピン行列を用いて、で A ゼロはこのシグマ Z。 h を指針は X. としましょう。で、これはこのオブザーバブルは。あの A. ゼロは。あの規定が、あの、こういう値。こういうベクトルがゼロゲット一ゲットなので。で、いずれも、これはあれですね。標準規制で観測する。ということですね。b の方がちょっと面倒くさい形をしてますけれども。あの。 A x プラスあの,シあのシグマ x プラスシグマか片方はシグマ x マイナスシグマ x というふうにするとこの b ロっていうのはマイナスルート二分の一の11縦に読みますけど1 1一マイナス一それから b 一はマイナスルート二分の一の一マイナス一マイナス 1, ナス1これ見たことないですかこれはアダマール ですね、これのだからこういうベクトルはプラスケットマイナスケットになりますので,で B 側はアダマール規定で観測するっていうことですね。で問題はそのオブザーブル O が与えられた時状態ファイの観測値の平均っていうのはあのブラファイバー O バー,バーあのファイケットで与えられますね。 まあこの辺もだからできれば以前、あのケットで学ぶ量子論っていうところでもあの話してあると思いますけどもで観測値の平均がこれで求まります。だから先のファイ、プサイのマイナス、まあ、エンテングルした e p ルペアのベクター表示を持ってきて、これ A0 サー B0、A0 サー B1、A1 サー B0、H サー B1。 という,ふうに、あのー、このオブザーバブルをサンドイッチするプサイでサンドイッチすると、あのー、観測の平均値が求まるはずなんでこれを全部他社いいわけですねでまあこれは地道に計算すればまず点差を考えますけれどもこれは A0B0 でこれはあのー、この最初の行列はこれはシグマこれは A0B0 ゼゼロがゼロががケットが観測されるです、ね、こっちは、えー、とプラスケットが観測される。でこれを展開すると下のような形になってこれにあの両側を塞いでサンドイするとこれを計算していくとこういうふうになってこれも、まあ、時間あ,あったらぜひご自分でなさったりこれは2分のルートになります。で同様にこれはあの A0B1 であのこの点差、そのオブザーバルどういう構成しているかっていうと、A の側では0が観測して、B の側では、これはマイナスケットですね、マイナスケットが観測される場合、でこれを展開すると、こういうオブザーバルの形にできて、でこれをまたあの先ほどのファイで、サイサイであの算すると、これも計算すると2分のルートになります。 では同様に HB0 の場合のそのオブザーバブルの行列を求めてそれを Psi でサンドイッチするとでこうやっぱり2分のルートになりますでこの HB1 の場合も同じですねこれはあの1ケットとマイナスケットが観測された場合ですねこういうオブザーバブルができてこれを Psi でサンドイッチして計算するとマイナス2分のルートにまああの まあご自分でこれだから、あのどういう、あのシステム全体のオブザーバブルを考えているんですね。で、しかもそれがどういう値を取るかっていうんで、0B1 だとか、A1B1 だとか、それでオブザーバブルを作ってるわけですけども、それを観測するとこうなって、結局、量子論での観測値っていうのは、この AIBJ。この場合は AI、テンサビージ b j ですね。これオブ,オブザーバブル。 だと思ってこれを計算すると先ほど全部やったように2分のルート2全部2分のルート2ですね最後の項だけマイナス2分のルート2だったんでこれをマイナスマイナスでプラスになって結局2分のルート2が4個あるということになってこれは2ルート2ですねで量子論で観測値を計算するとこういう形になる量子論の観測では A0B0 プラス A0B1 プラス A0B1 HB0-HB1 は2 2になるとということですでこれは先ほど見た答えのこれはちょっと表現これは転送席がただの,あの掛け算なんですけど a 0 b 0 a 0 b 1ス h b 1ス h b 1はこれは2より小さいになってました、ね、で明らかにこれはあの上の赤い字の方の両白の計算の方が えとこの2よりも大きいってことはこのベルの不等式を破ってるっていうことですね。でまあこういう形で実際にあの観測機器を配置して計算するとやっぱり2より小さいっていうベルの不等式を破る値が出るということが観測された。でここでの 2√2 を ティラルソンンの,あのバウンド会っていうふうふに読みます。これについてはまた後で時間があったら最近またいろんな面白いことが分かってきて特にあの2020年の,の MP3=RE っていうあの驚くべき定理があってその中でこのティラルソンバウンドっていうものがどういう意味,のか意味を持つのかさらに詳しく分かってきています。 でまあ、今回はあのー、非常にあのー、飛ばしましたけれどもあのー、ベルの論文とその後のアスペの実験の概略でそれぞれがどういう不等式を用いてどういう不等式どれが量子論ではどういうふうに破れてるかって話をしました。でちょうど先ほども言いましたようにこのアスペが行った実験の時にあのー ファイマンンたちが量子コンピューター。タ僕は量子コンピューターってのはそういう意味ではある種、まあ、あのファイマン自身の一次元もそうなんですけれども自然をシミュレートする万能のシミュレーターでそうするとあの量子論の世界の,あの観測が実験が非常にしやすくなるある種の実験装置だとして捉えてみるのがあの。 いいんじゃないかまあそれ当然今の現代の量子コンピューターはいろんな応用があるんですけれどももともとは自然をシミュレートするマシンあるいはそれを我々の,あの実験装置として利用するっていうのがもともとの誕生の秘密だったような気がします。で今回基本的には GoogleIBM の論争からあのファインマンの量子コンピューター のアアイディアそれからあのベルの定理とその実験だんだん時間を遡ったんですが次回からちょっと時間を逆転させて、えーとまあ、そのちょうど1980年たりちょうどクロスオーバーが起きてるんだと思いますけれどもあのその後あの今回のセミナーの主要なテーマである量子計算量子 的な量子計算をどうやって古典的に検証するのかって問題にだんだん過去から現代に遡っていきたいというふうに思っています。